というわけで、いつもですね、高校の時っていうか、まあ、16、17、18ぐらいの時にですね、まあ、チェッカーズ部できまして、まあ、ずっと青春時代はずっとチェッカーズで、毎週日曜日は練習してて、彼女とデートもできなかったんですけれど、まあ、あの頃は、まあ、高校時代の話なんですが、まあ、お金もなかったし、車もなければバイクもないんだけど、なんかすげえ、毎日毎日楽しく遊べてですね、別に女の子とデートする時も別にあんまり楽しいことはないんですが、ただ一緒にいるだけで、本当にキスできるだけでですね、すごく嬉しくて、まあ、あの頃のような恋愛はですね、もうなんかやっぱりもうないと、そういうふうに思います。今思えばですね、もっとあの頃の恋をすごくエンジョイすればよかったなと思います。みんなも、俺たちも、いっぱいいっぱい恋はしてほしいと、そういうふうに思います。それでは、マイグラデュエーション Please remember I don't forget youMy graduation. 明日
別々の道。And I say goodbye my graduation.